新色はこれが新色、この2つが。板野さんもこれ系じゃない？こうやって置きたいね。嬉しい。これね、開けるとすごいいい香りなんです。これラベンダーかな、すごいいい香り。これはカモミール、ここに書いてあります。すごいバスソルトがおしゃれで、かわいい。ブルーストライプね、このシャワーカーテンがすごい可愛くてお気に入り。可愛いこのデザイン。大阪リッツカールトンに着きました。お部屋が可愛くて上がります。そして夕日がね、綺麗。今日すごいお天気だから夕日も綺麗です。あとね、このお部屋それぞれのスタンドランプが可愛くて、これとかちょっとアラブっぽかったり、これもちょっとアラブっぽい、和っぽい。なんかこのソファーもアラブっぽい。これから夜ご飯に向けてちょっと用意します。久しぶりに妊娠出産する前ぶりの大阪なので、2年3年ぶりぐらいかな。そもそも泊まりのお仕事を今まで結構セーブしてたので、今日はねベビちゃんを実家の私のママの家にお泊まり、初めてかな一人で、ちょっと挑戦させてきました。ちょっと心配ですが、でも今日はちょっとゆっくり夜ご飯も食べれるということなので、お仕事ですが堪能したいと思います。日が暮れます。ねえ、この川淀川かな。大阪詳しい人教えて。昔私が小さい頃大阪に住んでた時に家族で淀川の花火大会を見に行ったんだけど、その時の記憶がすごくあって、これが淀川なのかな。また行きたい。ちょっと大阪住みたいな。夕食までに時間があるので、ちょっと大阪観光をしに行きます。ありがとう。すごい、獅子の手出てる。そして怖い、怖いおじさん。これ足の裏の出るといいんだよね。ね、串カツ食べたい。今度は牛が浮いてるよ。じゃーん、たこ焼きゲット。こっちのたこ焼きふわふわです。ウーロン茶ゲットした。いただきます。これだしです。これにつけて明石焼きみたいな。いただきます。
絶対熱いこれ。うん、おいしい。めっちゃ熱い。おいしい。タコ出ちゃった。タコスープ、うん、タコン。サプライズだ。かわいい。50。